はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日は Easy Keys 2。このシリーズの第4本目の解説動画となっています。今日は何をするか。グリッドエディター。いわゆるピアノロールですね。Easy Keys 2の中には、とっても強力なピアノロールがあります。これをより便利に使う。この方法をやっていきましょう。先日からも、 コード進行。こういうものはとってもアバウトなところからできるというお話をしました。本当にこの Easy Keys 2が出て音楽の制作そのものが変わってきたと言っても過言ではありません。今日はそういうところも踏まえながら皆さんに説明をしていきたいと思います。まだ僕自身が今日の解説をするその説明のスタートはゼロからです。 ですから、こういうところからやってみましょう。DAW のコードトラックに適当なコードを入力します。適当も適当です。このように C、C という風に書きましたが、これだけは A マイナーにしておきます。たったこれだけです。それでこれをコピーします。そして複製します。 はい、こんな感じで12小節作りましたそしてこれをこのようにして何せコードを作りますたったこれだけのことですその他の方法としましてはこんな方法もあることを一つ言っておきましょう僕のソフトは僕のソフトでそれなりに最強なチャット GPT との連携ができる コード指南ソフトもあります。それは概要欄の方で見てもらったらいいわけですけれども今日は前からも僕の解説で人気動画の Texcode2 このフリーバージョンを解説しますこれなんかでもいいわけです今初期値に c g a マイナーとかこんな風にありますがもうこれだけでもいいわけです ここでトラックが見えるようにしておきましょう。そうしまして、ここにエキスポートミリーというのがあります。これをピュッと引っ張るだけです。なんと簡単な、もコード進行の最たるものです。今はよく見てみてください。一小節が八分音符でできています。こんな感じに刻みが入っています。でも、これじゃあ使うときに不便だということであれば、こんな風にもできます。この テックスコード2はとってもよくできていまして、ここで今8部音符という風になっていますが、これを全音符に変えるだけです。ベースはなしにしておいて、そしてこのように持ってくるだけで OK です。これで1小節に1つの全音符、この状態で入ってきました。ちょっと見てみましょう。C3 の位置にありますよね。また、この オクターブ自身もここで変えることができます。どの辺を中心にコードを展開するか、それができるようになっています。本当に便利の極みと言ってもいいと思います。こんなソフトを使わない手はありません。ぜひとも Texcode2 と組み合わせて使うと音楽制作の次元が全く変わりますので、 ぜひダウンロードして使ってみてください。概要欄に貼っておきます。さて、ここで適当なコードが入ったとします。先ほどの C、Am、C、Am でも大丈夫ですが、TexCode2。これの方がさらに便利だと思いますので、これで進めていきましょう。そうしまして、ここでコードサジェスト。これでですね、コードをもっと便利にやってみましょう。 チェンジコード、これをやってみます。セレクトオールでこのように指南してくれましたなおかつコード進行がちょっと単純かもわかりませんのでここでチェンジコーズリズムこのレギュラーを使ってですね分割も一緒にしてみましょうはいこんな風に分割ができましたじゃあこれをもう一度キープカレントに戻しまして さらにコードを提案してもらいましょうはい今ポップスロックを選んでますので案外単純な CGFC とかいうようなコード進行になっていますマイナーすら一つもありませんこれを例えばジャズに切り替えたらですねどうなるでしょうかこれでやってみましょう このようなな形になりました。この辺で一度聞いてみますがフレーズは今はないですのでこれにフレーズを入れてみましょうリプレイスミディここからジャズっぽいフレーズをやりますので一旦クリアオールしましょうジャズを選んでそしてスタンダード少しスイングをさせましょう4分の4でこんな感じで聞いてみます はい。セーブチェンジーズ。これを押します。さあ、これで一つのコード進行というのができたわけです。コード進行からここにメロディーを乗せていく人にとっては、とっても便利です。さあ、聞いてみましょう。 はいもうなんと便利なんでしょうねまあただこのフレーズがいいとか悪いとかこれから直すとか直さないとかは皆さんいろいろ考えてみてください今日の本題はこれでできたこのフレーズをグリッドエディターを使っていろいろ編集の勉強をしてみましょうまずはグリッドエディター以前にですね「エディットプレイスタイル」というのを使いまして今ちょっと とですね、静かな感じでインテンシティいわゆる強さがちょっと弱めでしたこういう時はですね全てを選択したりしてですねベロシティ自身を少し上げてみましょうベロシティがどんな風に上がるか分かりやすいようにこうしておきますはいこのようにベロシティを上げていくことができます先ほどより音量感が大きくなったと思います このようにベロシティを変えたりもちろん前からもやってますようにオクターブを切り替えたりそしてちょっと言葉が日本人には分かりにくいのはですねこのアマウントですアマウントというのは手数ですからこの手数を少し減らします AI が考えていますのでこれはピュッと動きません12秒考えます ものすごく手数を減らします。はい、どんどん音符の数が減ってきました。こんな時点で聞いてみましょう。はい、今度は手数を上げてみましょう。今、プラス三にしました。そうしますと、 この手数というのはですね、ランダムに増やしているのではありません。AI が考えてですね、音楽理論に基づき、そして前後の音楽の流れ、それらをすべて考えた上で、ここらに手数を入れたらいいんじゃないか。例えば、完全に合っているとは言いませんが、普通のフレーズは、じゃーたたたタ、ティーン、トトトン、みたいな、こういうのが、まあ、 オーソドックスと言ったらいいでしょうか。そういうものですよね。それを、キラダ、チューッとリュートゥトゥトゥ、チューッとリュートゥトゥトルル、めちゃめちゃ漫才やってるわけではないんですけれども、まあ、こういうことは基本的にはなりませんよね。その法則というのは、ジャンルによっても違います。ポップスの時とダンスミュージックの時、それいろいろ違いますよね。それを全部、 考えながらコード進行そしてフレーズ全てを考えながらこのようにですね手数を増やしてくれているということなんですもうなんとなんと素晴らしいもう初心者もプロも狭められたというかプロの方にとっては嬉しいのか嬉しくないのかそういうような時代になってきたんではないかなと思いますちょっとアマウントを戻しておきましょう なおかつ今度は AI じゃなくてレングスですねこれをこういうふうに長くしたり刻むようにしたりできますのでこういうふうに短い音符になればですねこういう音になりますはいこれが長かったら。 ものすすごく表情が変わりますよね。この下にあるエリットプレイスタイルこれはですね本当に上手に使ってほしい機能ですちょっと戻しておきます戻すのはですね今僕こういうふうにしましたけれどもダブルクリックをすると一発で戻りますベロシティも戻してみますはいこれですべて初期の入れた状態になりました ダブルクリックこれもキーポイントです覚えておいてくださいねじゃあ本題のグリッドエディターの方に行きますグリッドエディターの方でもやはりレングスとかそういうものができるようになっていますここでこの部分だけをレングスを長めにしますはいこのようになりますし今度はランダマイズというのもできるようになりますはい 見てわかりますね。柿色の部分をよく見てくださいねそしてこの先頭部分ですねここきっちり合っていませんがこれをクオンタイズを強くしていくとこんな感じにクオンタイズなっていったりします。クオンタイズをしっかり上げてもですねまだなんとなく合ってないところがありますよね。 これらはランダマイズもかかってたからです。ランダマイズを戻してクオンタイズを100にするとバッチリのところに入ったりします。今のフレーズでこれがいいかはちょっと別の話ですね。操作だけということで考えてください。そしてスイング。スイングの場合はどんな形にするか1 8分の1のスイングにするのかまあこれ案外使うことが多いですけれども このようにしてスイングをすることによって跳ねるということになります全体でやればよくわかります全てを選択してはい、スイングさせるとですね今度はクォンタイズちょっとしっかりめに上げてとするとですねこんな形に聞こえます じゃあこれも戻していきましょうダブルクリックですよここにナッジというのがありますナッジというのは微妙にちょっとずつ動かすときのことですそれはですね上のマウスででもできますが 今日はショートカットも覚えてほしいということもありまして僕はこの解説動画を撮っていますコントロールを押しながら矢印を押すとこうやってナッジができますはい微妙にコントロール左右矢印ですこれ一つ覚えてくださいそうしまして今度は音符を上下する時のやり方をやりましょう 一つ上げるというような時はコントロールと上下これも覚えてくださいそしてコントロールシフト矢印これで1オクターブこのようにオクターブ移動ができるようになっています そして画面を動かす時ですね下のスクロールバーのところでこうやって拡大縮小これもいいわけですしここにプラスとかマイナスとかこんなようなことがあるわけですでもこんなことはもう皆さん僕の動画を見た限りは今日からはこれはやめてくださいねどうやればいいかというとですねコントロールをしながらプラス テンキーのプラスでで大丈夫です。コントロールマイナスで横幅がこのように拡大縮小できるようになっています。そして今度はシフトを押しながらプラスとマイナスでこのように上下ができますのでもっと全体的に見たい人はこのようにやってください。全体が眺められるというわけです。 ただし編集をするときはこのようにしてシフトプラスである程度の広さそしてある程度の幅これは大事だと思いますのでマウスを持っていてたら僕から言わせば火がくれるということになりますので是非ともショートカットは覚えてくださいそのショートカットの話なんですけれどもショートカットはどこでわかるかと言いましたらこのセッティングの2つ目 キーボードショートカット。これで分かりますので、これをよく見てですね、アローというのは矢印のことだったりします。このように、まあ、初期設定ではなっていますので、活用してみてください。もう一つ、絶対に覚えておきたいのは、数字の1、2、3。これは点キーじゃありません。ここでですね、1、2、3、1、2、3。このツールが、 これになっていますし、そしそて今度はがあこれぐらいはですね作業の時に1回ですので必ず覚える必要はありませんけれどもこのツールの123は是非とも覚えてくださいただしですねこの1になっている時はもちろん矢印マークですのでちょっと広げておきましょう これで移動ができたりもしくは長さを変えたりこのようなことができます。そして通常はハサミマークに変えてカットしたりこのようにするわけですけれどもちょっとコントロール Z 矢印マークであろうとですねコントロールとオルト押すだけで矢印になります。このようになりましたねねははい今度はです、ね コントロールと Alt と Shift、いわゆる3つ同時にやるとですね、鉛筆マークになったのと同じように、新たにこのように書けるということです。お分かりいただけましたでしょうか。そうしまして、この音符の長さ、よく見てください。一旦これを消します。次、鉛筆マークに変えますよね。そしたら、この大きさになりますよね。 これはどんな法則があるかと言いましたらここで1回目16分音符もしくはこれで8分音符ですけれども音音符の音符のを書いたとしますそうすれば今度切り替えるまではポンポンポンと押す時は8分音符の音符が書けるということなんです。 今度は16分の音符を1回書いておきましょうそうすると16分音符で書けるようになるわけですご理解いただけましたでしょうか次今度は新しいところで書きます e ージー Keys ー2は伴奏だけに使うだけじゃなくってメロディーを書いたりそれができるようになっていますそれはどうしたらいいかというと今 キーはですね、画面の下を見ていただいたら C メジャーですねいわゆる波長腸と呼ばれるやつですそういう時はこのハイライトキーズスケールモードとあるところのこの横側ですねこれを押すとですね2段目にこのようなメニューが出てきますそして C のハーモニックマイナーとかなってますけれどもこれを選択することができます C メジャーにしますそうすると C メジャーのスケールが緑色になっていますちょっと空の箱を書いておきましょうここでプラスにしておいてここでブロックを作っておきますはい、ここにブロックができましたねこのブロックのところ見ていただくと波長調の考え方で骨権が並んでいます そうしまして今度はスケールマッチというのにする時に今度はこれをですね例えば D に変えたいと思います D に変えますそうするとこの音のところが D がルートオンと言ったらいいでしょうかねそれになってこの国権発見の並びが変わりましてこの緑色のところにだけ置けば D メジャーの 音楽が作れるとということになりますその時にスケールスナップこれをチェックしておいて D メジャーのところにしか置けないようになりますちょっとやってみましょうこの黒いところには置けませんですからもうあまり深く考えないでですねこうやって はい、こんな風に変えればいいわけです。ちょっとこれを選択しまして例えばレングスをバラバラにしてみましょうタイミングっていうやつですね、えー、これを少し長めにしてそしてランダムをかけてはいクオンタイズもやっておきましょうこれで音楽を聴いてみます。 ボリューム小さめですからこういう時はベロシティを上げるといいでしょうこんなふうにできるわけですベロシティがこんなふうではちょっと面白くないなと思えばヒューマナイズをかけてくださいすると音楽に表情が出ますいいですね。 ちょっとしたことですけれども強弱この強弱も先ほども言いましたようにヒューマナイズドはランダムではありませんこの音なら伸ばしたらいいだろうというふうになりますので例えばこれ1個はちょっと長めにしておきましょうそうしましてこの状態でこのフレーズ文を後ろにコピーします はい、このように全く一緒ですが今は一緒ですでもこれを全てを選択しまして「ヒューマナイズド」をもう一回かけたいと思いますすると前と後ろは違うようになりますですからちゃんと AI が考えてくれてこうすればいいだろうそういうような「ヒューマナイズを考えてくれています 特にこのように上の機能ですねハイライトキーズこれをうまく使えばですね今であれば D メジャーのメロディーが簡単にできるわけですそしてハイライトはですね仮にコードがあるところこういうようにするとですね ハイライトの機能が少し複雑になります先ほどはこのスケールが緑と黒に分かれていたんですがここをコードノートというのにするとそのコードで使われている音が緑色に変わってくれますそこの上にある音が多いですよねこうやって見ると分かりますかこれは特に伴奏だからなんですけれどもでも ここを見てください。このその音は軽過音になっておりましてですね、えー、F シャープマイナー7にはない音、これになっているわけです。こういうことができたら何がいいかというと、アルペジオを作るときですね。アルペジオを作るときはめちゃめちゃ楽です。このように、ちょっとこの部分を消しましょう。 この1小節、もう今なくなくりましたよね。ここにアルペジオをやるときに G オン E なんですけれども鉛筆マークでですね書いていく時にそうですね8部で書いていきましょう1個入れましたねこれで適当にですね こんな風に書くだけで、アルペジオっぽくなるわけです。はい、こんなことができるわけです。はい、本当にすごいですね。もうここまで来たかっていうほど、動画の中で何回すごいっていったら気が済むんだ、というぐらいですね、とってもですね、素晴らしい機能があります。そして、 グリッドエディターのところにでですすね、ね。サスティンペダルもあるんですよ、ね、これを伸ばしたり縮めたりこういうことができるようになっていますのでこの行はサスティンペダルこういうふうに覚えておいてくださいまだまだ言い忘れたようなこともあると思うんですけれどもまたまたこの EasyKeys これでですね分かったことがあったらですね皆さんと 共有してていいいきたいと思っています今日はグリッドエディターこれを使う上で覚えておけばいいようなことをお話しさせていただきました村長でした。